はい、始まりましたポキャス館生活、1週間ぶりです。今回は1週間ぶりですね。ちゃんと1週間ぶり、まあ、毎回1週間ぶりで放送しておりますが、まあ、今回は前回と同じくまた車の中からの撮影でございまして、まあちょっと何て言うんでしょう、明度を見れば分かる同様に夜です、時間としては、午後11時5分夜だね。夜車に乗って何をしてるのかと言いますと、藤沢に向かいまして、家系ラーメン松一屋に行くための今移動中でございます。はい、どんだけ気に入っとんねんな。まあいかんせんこう人気のあるお店なんで、あの深夜まで営業はしてるものの、やっぱあんまりこうベストなタイミングで行くと多分混んでんじゃないかっていうところもあるんで、割とこう深夜を選んで行くようにはしてるんですが、そうね、なんかもう癖づいちゃって、この時間に食べるからこそうまいみたいな要素もちょっとあったりなんかして夜7時とかだとまた違うんじゃねえか疑惑あるよな。なんかね、まあ富士山まで約1時間弱ぐらいですよ。もう往復で2時間ラーメン食べるだけのために、まあまあなまあまあな、このなんていうんでしょう、時間とかいろんなコストの無駄遣いというかねしてるけど、まあでもやっぱりね、食べたいので食べたくなっちゃうんだな。もう家系といえばもう今松一屋という感覚になっちゃってるんで、ちょっとなかなかね、他のところを選ぶ余裕もなく、いろいろ食べたけど結局なんかね、一番好みなのが松一屋になっちゃってるよな。それがね、基準、味の基準になっちゃってるんで、じゃあそれよりなんか、じゃあスープがあっさりしてるとか濃いとかさ、麺がうんぬんみたいな、なんかこうもはやそれはうまいとかまずいの話ではなく松一屋と比べてどうかの話松一屋かどうかっていうところばっかりになってるんで、じゃあそれはもう松一屋食うしかないやんって。その毛はね、結構昔からあるよね。そうだな、なんかこうよりここのやつがうまいみたいなことはよく分からず、あそこと最初に食べてうまいと感じたとこと比べてどうかっていう、つけ麺もそうやったもんな、富田がうまいと思ってそこに比べてどうか。一応ね、富田はその日本一のつけ麺というところでもう知名度も高いとこやけれど、やっぱりね、美味しくって、じゃあ他のとこ行って、じゃあなんかこう、あ、これは富田と違って柚子がちょっと入ってないなとかさ、そういうような観点でこうなんだろうね、その店のそのラーメン、別種のラーメンだというこう認識でゼロから味わえないというか。そうだね、そこがね、まあ、山子夫婦の弱点とも言えるのかもしれないけれど、いやだからね、結局ね、まあ、そういう意味では本当に何て言うんでしょう、ステーキだったりとか、海産のじゃあ刺身とか、そういうなんか本当素材オンリーなものであれば、ここはうまいまずいっていう判断は結構できるんやと思うけど、ラーメンとかその調理したものに関してはなんか だから結局あれだもんね、あの俺が一番好きなハンバーグは自分で作ったハンバーグやそうだね、めっちゃ美味しいからね。いやいや、もうあのハンバーグヘルパーと牛豚の合いびきで作ったやつがもう一番うまいっていうのになってるから、なんかあれを基準にあれより肉肉しいかとか、なんかね、そういう判断やっぱしちゃうな。なっちゃうんでね、なかなかこう難しいんですよ、その辺は。とりわけラーメンに関してはそうだよな。いやー、なかなかね、こういろいろ調べ、家系が好きになる過程の中でいろいろ調べたら、もうまあ奥がやっぱ深くて、こんなん分からへんわというか、そんなね、深いところを掘る勇気もなきゃね、元気もないんで、裏ごたにはなれませんな。なかなかね、大変なんですけどね。いやで今、これがアップされるのが、4月の明日だから、4月28日になるのか、いやまあ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 ね、あのまだ1ヶ月以上先ではありますけれど、
一応もうそろそろ動き出さなあかんので言いますけど、6月は私の誕生日なわけです。そうですね、6月6日、6月6日が誕生日で、まあオーメンと同じというところで覚えていただければと思いますが、一応ねちょっとまあ誕生日なんで何かしたいなと思って、こういろいろ考えてるもののなかなか決まらんくてね。そうなの、今一応とりあえずやっぱりこうベースとしてあるのは、まあなんかうまいもの、美味しいものを食べたいというのがまあベースとしてあって、じゃあその手段として何をするかっていうので、今一応候補に上がってるのが、ディズニーランドです。これはまあ去年も行きましたけれど、とにかくディズニーランドのご飯は美味しいので。美味しいのよ。うん。あそこのシェフミッキーで食べたローストビーフはちょっと感動したね。今まで食べたローストビーフで一番美味しかったな。一番美味しかった。それこそニューグランドのやつより美味しかった、うん、これはだから素材の味をそのまま使ってるやつやからやここのやつが美味しいとかは言えるっていうそうやな、好みやったな。俺はねとにかく何回もおかわりしたくなるぐらい美味しい。ディズニーはホテルのちゃんとしたレストランもだけど、うん、パーク内のレストランもめっちゃ美味しいよな。いや全然普通に美味しいの。なんか気をてらってなくてちゃんとスタンダードに美味しいみたいな。そうなんかねオマールエビ食べたいなって思ったらオマールエビちゃんとあるしみたいなさ、そういうんでちゃんとこうステーキも出ますよみたいな、そういうのがねよくて、だからそこがまあ一つ候補として上がってて、うん、まあ僕ももともとディズニーランド大好きなんで、うん、プロだから、ね、はい、アメリカにもちっちゃい頃行ってるしアメリカ2カ所行きましたんでちゃんとアナハイムの方とフロリダの方両方行ってますから。めっちゃ贅沢よな、はい、フロリダのに行った時なんかビジネスクラスですからね、はい、ボンボン目当時私は12歳でしたかなんか持て余すぐらいね広い、2歳で味わうもんじゃないよ、うん、まあまあそこでねディズニー行くっていうのがまあ一つと、うん、あとはちょっと最近なんとなくファッと思いついたのが草津。そうです、草津温泉。まあまあもう割と僕らも何回も行ってはいるものの、うん、一応草津はなんか最近は全然行けてなかったんで、そうね、なんかこうちょっとね温泉入って、うん、いわゆるザ温泉みたいな温泉旅行みたいなことするのもええかなと、温泉街歩いてな、うん、いうところで、あとはまあやっぱりその動画にもね、こう撮影のネタとしても、うん、まあまあ撮れ高としては撮りやすそうと。ディズニーはね言って去年行ってんで、またなんか同じものになっちゃうのもあれかなみたいなのはちょっと課題としてあると、うん、ただまあ草津って名物がちょっと弱いなみたいなね、山の幸系だからな、一応めちゃくちゃほんまに名物ですみたいな推しでやってんのって本当になんか舞茸の天ぷらとそばみたいな感じでしょ。そうやな、キノコ類よね、うん、まあもちろんねホテルに行けばいろいろ上州牛とかもあるけど、温泉街のこうお店だと大体舞茸の天ぷらだよね、うん、それはそれでめっちゃうまいんだけどね。でまあまあ草津温泉で一番うまいのはね、もう名前も知らないですけど、もうボロい中華屋のラーメンですから。あれね名前も知らないし場所もいまいちわかんないけどめっちゃ美味しい。前回行った時に行ったやつがもうとにかく美味しくてほんまに美味しくて、なんか泣けるぐらい美味しかったっていう思い出だけが今残ってて、なんかそれ以外の情報がないんですいません、もう一回行くと、もう一回行ってまた同じ感動得れるかももはや分からへんし、お腹めっちゃ空いてたんだよ ね、めっちゃ疲れてね食べたから、とりわけ美味しく感じたんだけど、でもまあその草津が、まあ草津はそうやってまあまああまりねご飯のあれがというものの、その行き帰りのタイミングで軽井沢に寄ることができるんで、そこの万平ホテルというね、まあクラシックホテルと言われる、まあまあ歴史のあるホテルですのね、そこはすごく一回行ってめちゃくちゃ良くて、そうなんですよ、ご飯もいわゆるザ洋食というかね、フレンチのコースみたいなね、昭和のこう洋食レストランをちゃんとこうコースで食べれるみたいなところですごく魅力的なんで、そこもまあ寄れるからありかなみたいな。またそこのカフェがね、あのケーキも美味しいし、ちょっとしたこう軽食みたいなのがなんかすごい楽しかったんだよね。一応なんかまあ多分もう今復活してんちゃうかな、そのバーとかもあって、あるある、そういうまあまあホテルでね楽しむということが結構できるし、まあ軽井沢だと近くにプリンスのショッピングモールがあったりとか、あれは何でしょう、小町通りみたいななんかあるやんな、あるね、観光できる名前が全然出てこへんけど
商店街じゃないけど通りみたいなね。そういうので、まあ、そこまだ動画にも収めてないし、うん、まあ、やってもいい。なんかあとあれ、なんかあれあったよな、あの晴れ庭なんちゃらガーデンみたいな、なんかハワイアンな雰囲気の、うん、おしゃれな、ね、施設まるまる猫チャンネルの人が行ってて行ってた、全然盛り上がってなかったっていうそんなんもあるから、まあまあそのね、うん、あのまだ行ったことないところも結構あるし、あとそのプリンスのショッピングモールの併設されてるゲーセンがね、そう、あのアウトレットゲーセンと呼ばれてて、そう、まあいわゆる型落ちというか、もう古い人形とかの UFO キャッチャーをいっぱい置いてて、ちょっと高いんですよ。例えば普通100円でできるようなやつが200円とか300円とか、うん、下手すりゃ400、500みたいな値段設定に1回なってるんですけど、アームがめっちゃ強力でずっと強力100% 取れるっていう一発で 100% あれがでもね、本来のやっぱ UFO キャッチャーの楽しみ方。そうね、だって今いくら入れたらやっとアームが強くなるみたいな操作があるんでしょ。確率機とかほんまその概念さ、そんな何、じゃあロズウェル事件でさ、うん、あの10分の1の確率でさらわれんのみたいな話やんか。ダメだよ、ね、牛ファーンやってさ10回に1回ぐらいしか持ち上がりませんみたいなさ、そんなさ UFO あってええか、確率の UFO って何度いやっていう話やから、だからそういう意味ではね、それができて、うん、一応まあそこで昔手に入れたね、ファンファンチューというキャラクターが今、うちの妻のこうシンボリックなアイテムになってたりするんで、結構いいのが見つかるんじゃないかななんて思ってます。それがまあ遊び方もできんじゃないかな。うん、でね、やっぱまあ一方でうまいものという概念で考えると、うん、まあそれこそね、これで前もポキャス感生活いうで喋ったかもしれないけどね、山梨の、うん、金山園とかね、そうね、行きたいところは結構ある。ある、まあ、とにかくまあうまいもの、他ね、あの山形の方にある、山形の紅葉の方とかだったりもいいしね、あとまあ普通に山形ならね、その町の方に行っても米沢牛が食べれるお店はあるんで、金沢屋さんっていう素敵ね、お店がすげえ美味しいんだよね。そういうところにね行くっていうのもまあなしじゃないなというところで、ちょっとじゃあ今回の、コメントお便りはなんかおすすめスポットでも紹介してもらいましょうよ。上質なええもん食べれるとこ教えてください。ここはいいですよと行くかは分からんけど候補としてね、教えてください、はい、なんかこうここの飯はとにかく美味しかったとか、あの割とこうなんて言うんでしょう、あの定食屋的なことではなく高級路線でお願いします。高級路線で満単位でいいんで、誕生日なんで年に1回しかできないぐらいの贅沢なところをちょっと紹介してほしいな。参考にさせてもらいます、うん、ぜひぜひ、はい、やっていきたいなというところと、あとそうだね、なんだろう、こうちょっとまあなんだろうね、こう動画とか撮影して折に触れ、言ってはいたものの正しく説明したことはないので、改めて、ご報告というかお知らせしておくと、一応我々山川夫婦お互いの呼び名はですね、リホニャンとスケニャンです、はい、そういうそこの痛い感じの夫婦なので、そこは何でしょうか、しっかりと理解をした上で見ていただきたいと。にゃんとちゃんで、あの縮めて言うときは僕がにゃんで、ちゃんです。だからちゃんとかってこう動画内で出てきたら、それは妻のことを指してるんだというのを認識していただければ。なんか別にな、あだ名とかっていうわけじゃなく、お互いちょっとバカにした呼び方をしているって感じなんでね、痛いけどそんななんかね、ぶりっこしてるわけじゃないんでまあまあね、にゃんやちゃんからはまあ最も遠いところにいる存在だと思ってますから。そうね、まあでもそんな感じでやってるんで、まあ逆、まあ皆さんもそういう風に呼んでいただいても構わないですし、にゃんとちゃんね、別にだからといって何かこっちがこうすごく反応するわけでもないですけど普通にいますよ、あーってところをまず覚えていただいて、はい、どこですかね。そうですね、まあ、まあとにかくね、あのそう、そういう意味ではあの
ディズニーランドがだいたい1ヶ月前予約みたいな感じのとこ、うん、あのシステムになってるとこが結構多いんで、うん、5月6日ぐらいまでにねちょっと1回決めなあかんからそうね、予約進めなあかんからな早くコメントくださいお願いします。はい、お願いします。じゃあ前回のコメント見てみましょうか。はい、ですね、じゃあまずイケポン0723からいただきました。5月の3日から5日までドブ板バザールが開催されるみたいですよ。掘り出し物があるといいですね。これはね行っときたいね。行きたい。3日から5日ドブ板やったらどこに車止めようかな。コースカかな。でも混んでるんかな。混んでそうやな。電車で行くか。確かに電車とか自転車とかそういうのを使って行くべきかな。でもこれはねちょっとどんな様子なのか見てみたい。いやそう行ったことがなくて、うん、その主にどういう人がバザールとして売りに来てるのかもわからんし、ね、何がメインでこう出回ってるのかもね、うん、想像できひんな。それこそねその米軍のなんか人らがとかやったら結構アメ雑見つかるんちゃうかと思うし、軍用品のお下がりみたいな見つかるかな、うん、その辺はすごく楽しみですごくいい情報をいただきました、ね、ありがとうございます。横須賀は本当にねあの広報がヘタレなんで対してね必死で拾わんと情報入ってこらへんねんなまあまあどこのね市町村なんか全部そうやと思うけれど、ね、皆さんの情報がすごいね我々の行動につながるんで、はい、ありがとうございます。じゃあ次アラジンさん、ピポなんだかな笑い。まあねそれ以外ではないよねそれしか言いようはないというか前回ね横須賀の中心部にある駐車場がピポ320っていう名前だっていう話です。名前で一応うちのねリホニャンはいろんな名前を持つんでその中の一つがまあピポそうだねであるというだいたいゲームのアカウントはピポピポでやってますねピポかオリホマンみたいな名前でやってますんであらゆる名前を駆使してますやってますから。じゃあ続いてよっちねたろうさん、お便りコーナーで取り上げてくださりありがとうございます。嬉しかったです。このほんわかした感じが心地よく朝から聞くのが落ち着きます。横須賀行ったことないので行きたいです。いやもうぜひ来てください。ぜひぜひ。もう日帰りでいいですよ、うん、あの泊まって見るほどの別にスポットはないと思うんで日帰りでドブ板とか三笠公園とかね、そうそうそうそこら辺行ったら十分。いやもうまあまあ横須賀マスターしたと思っていただいて、はい、やっぱりねそのやっぱ西の方とかにね、あの三浦半島の西の方とかに行っちゃうとそれはもう葉山だったりとか、ね、逗子のエリアになってきちゃうし、うん、南の方に行っちゃうとそれはもう岬エリアがちょっと取ってくるし、本当に純粋な横須賀エリアっていうイメージとこう現実がマッチしてるのっていうのは本当に一箇所だけなんでね。意外とね塩入り横須賀中央ら辺だけなんでそこら辺だけ行けば十分だ、ね、はい、ぜひ遊びに来てください。朝聞くかね、しかし朝からなんかね、いろんな環境で見てくださってなんか不思議な感覚だよねなかなかね。あまあでもよちね太郎さんはあのツイッターの方もフォローしていただいてて、うん、まあ我々あの私ツイッター運用の担当は一応私なんですけど、インスタ私はい、まあ運用と言えないのでアップしましたっていうことしか使わないようなんで申し訳ないんですけど、まあまあなんか今後もうちょっとなんかこう頑張ろうっていう気になったらちょっとね、あのオクラ出しだったりとか、それこそこうまだ編集する前の遊んでるタイミングの時とかにねちょっと撮って、確かにね、それをあげたりなんていうのはしませんめどくさいあのねそう基本もねリアルタイム配信なんですよ僕らは。本当に、ね、撮って出しだよね。1日ぐらいしかタイムラグないままにねやってるんでね、のもあんまり使えないんですよ ね, そうねなんかねもうちょっとねこう取りだめてとか、それこそね大きい大型旅行とかをすればね、あの先の方までボンボンっていうのもできるんですけど、一方でこう僕らのこう個人としてもその何本もあんのって多分嫌なんちゃうかなっていうの感覚もあるわけ。まあね、1個10分15分で完結してくれるのが見やすいんかなみたいなね。前編後編とかね、その1その2みたいなんて、うん、
なんかそんなに見てて楽しいかなみたいな部分も思っちゃったりもするわけですよ。やっぱり我々はね、配信側、一応配信側ですけど、でもやっぱ基本は見る側の意識というか、あくまでもやっぱ視聴者側目線っていうところにいつも立ってますんで、そういう目線で見た時に、なんか前半後半で分けるメリットって何かなみたいなのを思ってしまう部分があるんで、かといってね、そのじゃあ一本じゃあこうね、綺麗に完結させてこう、いろんなこう取りだめてやっていくみたいな計画性はないんですよ。そうだね、そういうのは面倒くさいし、それのプランを練って旅行に行くとかも、もうそんな面倒くさいことさ、旅行楽しくなくなっちゃうじゃんと。基本ついでに撮ってるぐらいのもんですから。やっぱりね、あくまで自分たちが楽しむということを一番優先でやるんで、その辺が、まあちょっとその辺も考えます。そうだね、まあまあ一番やっぱり見てる人にとって面白い楽しいと思える形に目指してやっていくんで、はい、頑張ります。頑張ります。じゃあもう一個、赤坂さんからもいただいてますね。わしなら赤の他人でも一緒に壺洗いします。それが思う壺。あ、生活圏あるあるですよ、コメントは避けますが、まるまるの方はとかとか。壺洗いはまあまあ勘弁していただいてですね。お風呂の話ですね。ね、嫌ですけど。嫌ですけどって言っちゃいましたけど。いやいやいや、まあでもね、あのスーパー銭湯もね、スーパー銭湯は明日行きます。うん、そうね。あの動画には、動画には多分しません。有楽の里というね。はい、ますんで、そこはまあ楽しみな。でもね、あのやっぱ最近なんか本当にこうね、大浴場とかも最近もめったホテルとか行っても行かんくなってね。昔霧風呂、家族風呂みたいなね、あればもうそれで行って、もうないんやったらもう部屋風呂でいいやっていう感じになっちゃってるんで、大浴場、ね、まあまあ楽しんでいきますよ。そうね、はい。ね、地域性というところがやっぱあるんだね。いうところで、あまり詳しくないからどんな感じなんだろう。いや、なかなかね、どうなんでしょうね。うん、まあ、全くその辺はこう知ったところで何もっていうところではあるものの、それやっぱあるんよね。ね。うん。僕らはもうフェアな、言うてあくまでね、新参者で、あれなんで。ただの移住のためなんでね。何でもフェアに受け入れていきますよ。はい。はい。そんな感じかな。はい、以上ですね。はい、じゃあ締めのコメント。はい、エンディングです。はい、ポキャス館生活は皆さんの応援で成り立っております。ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。コメントいただけましたら次の配信で、次のポキャスで紹介させていただくかもしれません。おすすめのね、旅行先、そうね、お願いしますよ。今回はぜひそれを中心にいただけると嬉しいです。はい、行ける範囲でね。行ける範囲で、なんかあんまり遠い、車で行ける範囲だと嬉しい。車で行ける範囲がなおよし。まあ、なんかめっちゃギリ名古屋ぐらいまでなら頑張る。そうね、うん、あと何言うんだったかな。まあそんな感じですか。そんな感じですか。じゃあ、まあそんな感じで。はい、さよなら。ありがとうございました。